とうございました。続きまして、映画メリーポピンズよりスーパーカリフラジリスエクスピアリドーシャスという曲をお送りさせていただきます。この長い単語の曲なんですけれども、皆さんこれ数えてみると何文字ありますでしょうか。じゃあ34文字あって、世界で6番目に長い単語というふうに言われております。スーパーカリフラジリスエクスピアリドーシャス、意味はどういう意味かと申しますと、とってもすごいという意味だそうです。なので、歌詞の中でも It's super caliphragilist expialidocious ってあるんですけれども、なので It's very good っていうような意味で多分使われているんだと思います。そんな、曲なんですけれども、あ、よこさまはいはい、そんな曲なんですけれども、今日は連弾で、お送りします。すごい難しい曲で、楽譜を買ったのは2年ぐらい前なんですけれども、ずっと温めてもったいないからやろうかと言って今回やることにしたんですけど、すごい練習したよね。すごく私たち練習して、その練習した動画がインスタにたくさん上がっているので、ぜひ見ていただければと思います。今日は間違えないで最後までいけるように頑張りますので、お聴きください。印象的で、クラス合唱とかすごく凝って頑張ってましたよね。
今お二人は、恵美子ちゃんの方はバイオリンの先生をされてたりですとか、さゆりさんの方はもう当時からもうピアノ伴奏はお任せっていう感じでずっとピアノを続けられていて、今も一緒に連弾をさせてもらったりしてるんですが、まあ、こうして音楽を通じてまた今はもう立派なママになられて、素敵なお子様方も来てくださっています。はい、音楽仲間としてもママ友としてもつながっていられることにすごく感謝しています。ではお願いします。ありがとうございます。こんにちは。ご紹介いただいた通り、高倉先生は私たち中学2年生の時の担任の先生でした。本当に可愛くて優しくって、私たちは高倉先生、当時平田先生だったので、ひらぴょんと呼んで毎日毎日迷惑をかけまくっていました。で、高倉先生本当に音楽が好きで、合唱コンクールの時クラスのために合唱用のパート譜を作ってくださったりとか、大学の合唱部の練習に連れて行ってくださったりとか、本当にたくさんの思い出があります。で、音楽が大好き、学校が大好きな先生の下で学ばせていただいた影響もあって、恵美ちゃんはバイオリンの先生に、私は中学高校の国語科の教員になりました。で、今は2人とも新米ママを頑張っています。後ろの方で今日騒いでしまっていたら申し訳ないです。1歳と2歳の子供がいます。そういう中で、子育てとそれからお仕事と、音楽活動も両立されている皆様、本当に尊敬していますし、すごいなという思いを持ちながら、本日立たせていただいております。本日は美女と野獣のメドレーを演奏させていただきます。皆さんに楽しんでいただけるように、あと練習のサポートしてくれた家族に感謝の気持ちを込めて演奏させていただきます。よろしくお願いします。Thank you.
きまして、先ほど一部で、春の声を歌っていただいたさとちゃんにもう一曲歌っていただきます。また来ましたが、美女と野獣のオープニングの曲、ディズニーの中で一番好きで、この曲をいつか歌いたいなと思って、今日は皆さんに楽しんでいただける演出もちょっと用意したので、最後までお楽しみください。Thank you.
風景ということで美女と野獣の曲をお送りさせていただきました。続いてお送りする曲は今度は映画ラプンツェルより、一番印象的なシーンじゃないでしょうか。ラプンツェルがあの、自由の外の世界に出て、ラプンツェルのお誕生日に、友人と一緒にボートに乗って、そしてあのランタンが降ってくる中で、2人でデュエットをするというとても印象的なシーンなんですけれども、あれ、こちらにいらっしゃるのはガストンですか？友人です。友人ですか。あの先ほどのガストンがあの美女と野獣のベルにはあまりなんか相手にされなかったようですけれども、あの今度は友人として歌っていただけるようです。若干晒しのちょっとふにゃふにゃした感じのお腹はこれは筋肉ですね。だいぶ柔らかい。はい、さあじゃあ、輝く未来ですね、お聞きいただければと思います。Thank you.
して、バレエ音楽、眠れる森の美女よりアダージョという曲をお送りさせていただきます。娘が実はバレエをしておりまして、初めてからもうバレエ音楽すごく好きになって、この曲がとても弾いてみたいと思って練習をしてきたんですけれども、眠れる森の美女をご存知の方が多いと思うんですけれども、オーロラ姫が生まれて、お誕生日のパーティーにたくさんの精霊たちが呼ばれたんですが、一人だけ呼ばれなかった精霊がいるんですよね。で、怒ったその精霊は、オーロラ姫が16歳のお誕生日に糸つむぎの針に刺されて100年の眠りについてしまうだろうという呪いをかけてしまいます。で、その後16歳に、すくすく美しく育ったオーロラ姫が16歳のお誕生日に、4人の王子様にプロポーズをされているという、まさにその場面の曲です。で、この曲の後に、バレエでは眠りについてしまうというとても印象的な場面です。16歳の美しいオーロラ姫がバレエを踊っている様子を思い浮かべながら聴いていただければと思います。Thank you.
ではプログラムを残すところあと合唱曲になりました。一部の最後に歌っていただいた男性有志の皆様にもう一曲合唱曲を歌っていただきたいと思います。指揮は引き続き千葉雄平さんにお願いいたします。千葉さんお願いいたします。はい、再びお願いします。千葉です。次はですね、You've Got a Friend in Me っていう曲で、これはトイストーリー2 の, エンディングの曲なんですけれども、You've Got a Friend、君は私の友達みたいな、そういう翻訳かなと思うんですけど、ディズニーの、日本語版の方は俺がついてるぜっていう訳になってるんですね。ちょっと意味が膨らむなっていうようなそういうふうな形になっていて、その友達っていうところで、その、映画見たことある人は分かると思いますけど、ウッディとバズ、が、友達だったり戦うライバルだったりですけど、アンディが、一番大好きでっていうのは共通してるというところで、歌う。やっていくという感じですね。で、今回はまたちょっとバーバーショップっていうやつなんですけども、ソロがいっぱい入ってくるような編曲になっています。そういう形でなんかこう、これもですね、やっぱり人数少ないけれども、ちょっとソロが入る分しっかり歌い込まないといけないんですけど、ちょっとジャズのテイストが入っていてですね、ちょっと和音が歪みます。なのでちょっと難しいんですけれども、お聴きください。ありがとうございました。では、引き続き、混声合唱を